度あちら側です。クラッシュ139セミファイナルスーパーバンタム級の一戦です。長坂リラ VS 内田翔、3年前に対戦しドローだったこの2人、決着をつける時です。この階級のチャンピオンリアム選手の姿があります。当然この2人もこのリアムの首を狙っています。さあ山川さん、これね、2人とも狙うところは明確ですね。リアム選手目の前で戦うんですもん ね行きたいですよね、お二人とも。もうこの戦いで見せたいですよ ねさあ佐々木大蔵選手、まずこのチームメイトの長坂リラ、 K-1 の相模大のクレスト、持ち味教えてください。獣ですね。獣、獣の強さというか、もう猛獣です。解き放たれましたね、リング上で。ね、ヒョウ柄のコスチュームですね、パンチやっぱ重いですか。重いし鋭いし速いし、インパクトあるし、すごいこう体の使い方がすごくうまいというか、考えずにそういうものが出てますね、やっぱりどんどん今覚醒してる感じですよね。そうですね、どんどんね一戦ごとに、はい、この二段蹴り、テコンドーの蹴り技がまずベースにあります。あの蹴りっていうのは大蔵選手見えづらいですか、やっぱり。いや、見えづらいですね。あとはやっぱりこうね、あの一緒に練習していて、すごくなんか心の面でもなんかこう充実している感じがすごく伝わってくるので、はい。このバックスピンキック強烈です。今のも速いだけじゃなくてしっかり重いですもんね。大地選手、カウンター来た右、これがありますね、内田はね。そうですね、内田選手、これ合わすタイミングしっかり見てましたね、しっかり見えてますね。大地選手、長坂は普段結構体大きいんですよね。そうですね、本当に大きい上にもバキバキですからね、常に、はい。ですから今日もね、かなりもうこのリカバリーしてますから、体の大きさでいうとリラの方が、ね、器用に見えますね。そうですね、背中すごく大きいですね。70キロ近くあるというね、リラですね。これはダウンではありませんが、しかしこれ石川さん危ないですね。そうですね、動きがない中でもね、この内田選手はしっかり見てますね。崩れてないのがすごいですね、はい、見えてますよね、はい。内田選手はこの右のストレートですね、これが完全に相手の方にロックオンしたところから一気にそこから打ち抜くトップスピード、すごく速いですからね。そこは、リラ選手としても気を抜けないですよね。山川さん、やっぱりこうタイトルを狙ってくる面々の動き、やっぱちょっと違いますね。気持ちの強さも感じますし、そうですよね。入ってくる右、やっぱりうまいですね、本当にショートの右、ちょっとこれ入りそうですよね、なんか今の感じですとね、クリーンヒットも。そうですね、はい。ちょっとこれ不用意には入りたくない長坂です、大きくじゃなくて小さくでも合わせることができるので、はい、そうですね、大きくでも本当にちっちゃく細かく布石どんどん散らしていったら変わってくるんですけどね。やっぱり前回一度 KO しているっていうのが一つ大きいではないかなと思いますね、リア。あ、そうですか、はい、やっぱりその KO の感覚っていうのが多分残ってると思うんで、はい、今回もしてやろうっていう気持ちは、ね、あると思います。今日は第1ラウンドは終始このオーストックスで戦っている赤のグローブ、長坂リラ、内田翔は普段通りのオーストックスです。第1ラウンドが終了しました。印象どうですか、石川さん。いや、緊張感ありましたね。長坂選手としてやりやすいような展開だとは思うんですよ。だけど、内田選手が、ね、自分から攻撃をしてこないからやりやすいように戦えてた序盤中盤だったはずなんですけど、途中から、ね、内田選手が真っすぐの、ね、ストレートを何回かいいタイミングで出してきたので、そこに対して、警戒はこれからしていくとは思うんですけど、はい、これから2ラウンド目以降は、ね、内田選手も自分からの攻撃していく場面も増えてくるかもしれませんし、はい、あとね、長坂選手も不用意な攻撃は、ね、できないという警戒心も張ってくると思うので、里見優月選手がついてるんですね。ついてますね、一台には。さあ第2ラウンドです。長坂選手は今、ね、圧倒的には自分の戦い方パワーに自信を持っているはずなので、そこを、ね、内田選手がつくか、はい、でも長坂選手がこの2ラウンド目をちょっとリズムを変えていくか、
本当に見物ですね。早速サウスポーに変えてきましたね、リラが。そうですね、そういうのもね、右も左もいろんなことできますからね。左のパンチでも倒せます。はい、吉岡ビギンを倒したのは左のパンチでした。これに対してどう内田は対応するか。大蔵選手、これサウスポーにスイッチすると内田の左も当たりやすくなるんじゃないですか。そうですね、内田選手の左ですか。右ですね、ごめんなさい、内田の右のカウンターですよ ね、 すね、ちょっと当たりやすい気もしますけど、なんかこうフリーダムというか自由がリラの持ち味なんで、はい、もういろいろとやっていった方がいいと思いますね。はい、でも内田選手本当にいいブロックというか見えてますね、すごく冷静だなと。はい、はい、長坂選手のスタイルに関して言うと、もうオーソドックスサウスポーという概念がないですよね。もう足を踏み替えるだけでどっちからでもね、蹴りもパンチも倒せる破壊力のあるですよね。それに上半身だったり膝、このフェイント、はい、非常に厄介ですよね。集中途切れたら、はい、一気に持ってかれちゃいますよね。蹴り技があります、バックハンド。そこに内田が追い打ちをかけていきます。山川さん、本当に2人とも動きが早い。これ長坂選手の動き本当に変則的なんで、相当対策を考えていかないと難しい相手っていう感じなんですかね。そう、対策がなかなか追いつかないですよね。逆に対策はもちろんベースはしつつ、本番このリングの上での集中力でどれだけ対応できるかというところが、その対戦相手の自身の引き出しだったりとか能力によって大きく変わってきますよね。冷静さも必要になってきますね。そうですね、はい、惑わされちゃったりとかペースを取られてしまうと、やっぱり、ね、長坂選手ペースになってしまいますからね。そういうことですよね。はい、こちらは己のそのゾーンに引き込めるか。うん、そうですね、まさにそうですよね。飛び込んでくるところを狙っていきます内田です。まあ、でも大蔵選手で、こういう長坂みたいなスタイルですと、どんな練習してこういうファイトスタイル見つけるんだろうなと思いますけど、まあ、本当に身体能力がすごく高くて、何の運動をやらしても何でもできちゃう感じですよね。そうですか。はい、こういうファイターって思いつくんですよね、勝手に。多分自分で練習しながら蹴りだったりパンチだったりリズムだったり思いつくから、だからね、あの指導されるというよりも、ね、自分で発明しちゃうような、そういうファイターの気がしますよね。ね、まさしくね、まさにそのテコンドーの中でも、ね、そういった価値観、養われていったのかもしれません。ここはバッティングです。これ両者バッティングという形になりました。サウスポーとオーソドックスになりまして、よりねちょっとバッティングが起こりやすい状況にはなっています。長坂選手ね、さっき佐々木選手が言ったように、倒せる感覚を手に入れてるから、だからこそ早く倒したいからこそね、こう荒っぽくいっちゃう場面がこういうバッティングに通じちゃってるのかなって気がしますよね。ちょっとここはダメージは長坂の方が大きそうです。内田選手がね、このなんというこの荒っぽいスタイルに全く、ね、乗ってこないで崩れてもくれないですからね。それも職人技のようなね、合わせるストレート、そのタイミングだけを待っているような戦い方ですから、内田選手は。でも内田選手としてはそれはね、正しい選択だと思うんですよ。長坂選手ペースになったら持ってかれちゃいますからね。うん、今これ頭突きバッティングが発生してしまいました。偶発的なものです。両者、頭がぶつかり合うという形になりました。よりちょっとこれは長坂の方がダメージが大きくて回復に時間が取られているという状況です。大蔵選手、これね、頭蓋骨硬いんですね。そうですね、今なんかこう耳に当たったような、なんかこうね、今リラの表情を見てると顎が痛い、そんなような表情なので、ちょっとね、そういった場面が、今後の集中する場面で引きずらなければいいんですけどね。そうですね、痛みとともにね、はい、その脳震盪しちゃってるであれば、ね、ダウンしたのとパンチでダウンしたのと同じ状態なので、はい、ここはね、ルールの中で許されているのであれば、その範囲でしっかり、休んでほしいですよね。ちなみに今内田のセコンドについている里見優月選手ですけれどもね、チームノバという自分のチーム立ち上げてますけれどもね、内田はそこで出稽古しているようですね。そういう関係性なんですね。そうですね、隣にいるのはリュート選手かな、里見と K1 チームの。そうですね、はい、頼もしいですよね、はい、違う、そうですね、そうですね、リュート選手ですね。内田選手、宮城県、あ、すいません、
どうしました？内田選手、宮城県出身なんですけど、そうですね、私岩手県出身で同じ東北なんですけど、お隣で SNS 見てると東北から世界へっていうのをよく内田選手書いてらっしゃって、なんか私もその気持ちすごく持ってるし憧れなので、同じ東北勢としてもパワーを、ね、見せてほしいなっていう気持ちもありますね。そうですね、はい、そうファイターは、ね、そういう発信は常にずっと続けていくべきなんですよね。そういう思いっていうのは、ね、誰かに届いて何かの、ね、形がないものがどんどん形になってきますからね。本気で続けていればね、発信すること大事ですよね。大事ですよね。ここは少し時間はかかっていますが、まあ、これは、試合が、ね、影響を出さないためにもここはしっかりと回復時間が取られております。長坂リーダーと内田翔の一戦です。頭突きバッティングが発生しました。内田が、ね、こう意図的にやったものではありませんが、こういった形でちょっと顎がちょっとずれたりとか、ね、ちょっと心配ですね。横からこう、ね、ガツンと当たるような形になっていました。脳への、ね、衝撃というのもあったでしょうし、このシーンです。大丈夫かな、うん、じゃあコーナー待ってて。さあ再開されるようです。まあ、長いインターバルだったんで、ね、このスタミナに関して言うともうねバッチリ元に戻ってるので、はい、ここから再開どういう展開になるか楽しみですね。さあ第2ラウンド途中からの再開となります。さあ激しい打ち合いで来る内田の方から来ました。リズム上がってきましたね。お互いに山田さん、ここで来るんですね。こう作戦考えてたんでしょうからね。そうですよね、ここからまたリスタートですもんね。しかし内田から来ましたね。そうですね、はい、だけどそうですね、常にポジショニングを意識してますね、内田選手は、はい、自分の攻撃が終わったらすぐに長坂選手の攻撃が飛んでくるから回り込みますね。なるほど、徹底してますね。またリダがこうプレッシャーをかけようとするところ、右ストレート、あれですよね、これが当たってきます。はい、今のは足が揃っているところに刺さってたらダウンになってますよね。いいタイミングですよね。はい、なるほど、プレッシャーかけていくリダ。ここで第2ラウンドのゴングです。大蔵選手、これね再開後も結構激しい展開になりましたね。そうですね、動きましたね。でもお互いにこう動いていったので、どちらが差がついたっていう場面ではなかったので、3ラウンド目期待ですね。どこにこう勝負の気もありそうですか。今2ラウンド、まあ序盤からですけどね、リーダーがちょっと大きいので、はいはい、そこをだいぶ内田選手もこう、ね、目も慣れてきた部分があるので、まあ、そこでリラが変化つけていったらまた試合展開が変わるかなって思いますし、内田選手は、ね、リラが同じ、リズム同じ動きで来ていたら3ラウンドで内田選手から動かしていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、内田選手がねこの、自分から完全に待ちよりも自分も攻撃をすることで、長坂選手の隙というかね、そこを作るっていう展開になるかもしれないですね。第3ラウンドです。長坂リラと内田翔、またオーソドックスできました。長坂リラ、このラウンドです。このオーソドックスサウスポート変えてくる中で、まず石川さん、内田よく対応してますね。そうですね、しっかりよく見てますよね。鼻血のドクターチェックです。打撃によるものか、それとも先ほど、まあ、バッティングもありましたから、その時の衝撃も残っていたか。内田と長坂、その一戦をお送りしています。スーパーバンタム級タイトルマッチに直結してもおかしくないようなこの一戦、龍斗選手左に、そして右に佐藤瑞樹選手、内田翔のセコンドについています。この2人がしっかりと、ね、対策を練ってそれを体現しているのかもしれないですね、今日はね。内田選手、チームノバ、里見選手が立ち上げたチームです。いや、この3ラウンド目、この後の残り時間、ね、集中力高いすごい展開が生まれそうな気がしますね。まだあれね、途中バッティングでの
ブランクもありましたからスタミナ残ってますよね、はい、そうですね、はい、すごい展開が何か生まれるんじゃないか、うん、内田選手として、ね、このまま待ちの体勢では、ね、なかなか倒せないっていうことも分かったと思うので、はい、もし自分から試合を動かしに行くんじゃないかと思いますね、はい、まあ、それはお右で入っていく長坂リーダー、まあ、それはもともと内田が抱えている一つの、ね、テーマでもありますからね、そうですね、はい、近いところです、左左どうだ、ちょっと揺れたか、どうだ、これはダウンは取られていません、お互いに絶妙なタイミングですね、はい、はい、まだまだ時間あるので、ね、この試合楽しみですよ、まだまだ楽しみですね、はい、大蔵選手やっぱりこの接触するこの際、ここ注目ですね、そうですね、すごい緊張感ありますね、うん、どっちが当たるか、いや本当にちっちゃいのはね内田選手なので、うん、はい、うん、ところ飛び込んでしまいました、またバッティングです、今のはちょっとね、長坂リーダーの方からかなり飛び込んだタイミングでした、鼻血出てますかね、鼻が当たったように見えましたが右で飛び込んだタイミングです、ここ試合に入りました、どうしてもこれ相性しょうがないですよね、うん、ここはまたインターバルが取られてドクターも呼ばれて一応出血の確認も状況確認が行われます、内田が頭を振っているというような状況でもありませんでしたから、偶発的と言わざるを得ないような気もしますが、まあ、でも大蔵選手それだけあの際がポイントだってことですよね、そうですね、うん、今こういった瞬間に、うん、内田が一発合わせるかそれともリラが捉えるかというような瞬間ですから、はい、勝負の肝の部分頭が当たってしまいました、レフェリーから今、ね、内田に言葉はかけられますが、まあ、こういう注意や警告といったものではありませんでした、再開します、さあ再開されます、飛び込んでくる右、ここはダウンではありません、試合の相性としてどうしてもこの、ね、内田選手は合わせだし長坂選手の体ごと入ってきたらどうしても、ね、バッティングが偶発的が生まれやすいんですよね、うん、さあここはリラはどうしていくか、あるいは内田はどうするか、でも、まあ山川さん、かなり攻防としてはね、その見どころちょっと決まってきましたよね、そうですよね、飛び込みとカウンターと、うーん、はい、内田選手って今までもそうですけどミラクル起こしたり、ね、される選手の方だから、そうですね、からね、もうちょっとこうミラクルも出てくるような気もするし、はい、そのためには内田選手この自分からもうちょっと動かないと、はい、それによって長坂選手の動きを誘ってそこに合わせるっていうのが得策だと思うんですけどね、あと内田のプレッシャーも増してくれば、はい、リラももっと無茶に飛び込んでくるかもしれない、そうですね、そこに生まれた隙をつければっていうところだと思うんですけど、長坂選手はそうですね、このトリッキーなリズムになかなかね内田選手が付き合ってくれないから崩せないっていうこの展開ですよね、大蔵選手残り40秒弱、長坂どうしましょう、そうですね、こう一発こう、ね、クリーンヒット当ててるのはリラの方なので、はい、なんかミドルダウン、右のオーバーハンド、ここはダウンになってしまった、決定的なシーンか、しかし右のフックが当たってはいました、さあ残り時間15秒だ、いや当たりましたね、決定的な、いや右が当たった、内田の右も当たった、さあどうする、内田から来て左、2回目のダウンを取った、リラが終わった、なんとなんと最後は KO 勝利、長坂リラが持っていきました、さあ頂点が見えたか、
なんとも難しい試合をね、この最後に持っていったこの長坂選手の今の勢いですよね。いや、すごいすごい。そうですよね、このまま終わっちゃうかなと思いましたけど、やっぱりすごいんですね。なんか見せますね。山川さん、アーティストっていう感じが見せる試合しますね、ちゃんと。隣にもね、アーティストがいますけれども、大蔵選手いかがでしたか。いや、それはいいですけど、最後よく、ね、倒し切りましたね。最後でも内田選手も出てきてくれたからっていうところで、右の試合展開だったので、はい、すごいレベルが高い試合でした。すごく見ていて、気持ちも強かったですね。この試合で、ね、リラも、学べる試合だったと思うので、はい、次また一回楽しみですね。ガイド選手、その学べる部分、具体的にどんなところか教えてください。そうですね、ここからね、帰って、トレーナー陣と話したりとかするんですけど、多分こう一発ちょっと狙いすぎだっていう風に言われる部分、目立っていたと思うので、まあ、そういった部分をしっかりと今後修正して、練習していくんじゃないかなと思います。はい、こんばんは。今日はお忙しい中、会場まで来ていただきありがとうございます。まあ、ここまで来たらもう誰にも何も言わせないんじゃないかなって思うんで、まあ、あんまり言いません。で、あと今日私事なんですけど、自分のお母さんが誕生日なんで、みんな拍手してあげてください。ありがとうございます。今日は応援ありがとうございました。選手会場、さあ、この戦いをこの階級のチャンピオンリアムも見ていました。一度この長坂リラはリアムに敗れています。3年半前のことです。この2人がまた交わる、そんな日が近々訪れるでしょうか。長坂リラ、内田翔を KO で下しています。